猫チャンネル。出荷待ちの猫。明日出荷予定の歪みぶどうです。僕が本物のドンクダー。血も涙もない目をしているぬいぐるみだからね。誰がこんな茶番を見せろと。まあ多めに見てください。しかしドンクのイライラはピークに達していた。外で喧嘩して帰ってくると薄汚れているんです。というのは言い訳で24時間適度に汚れています。眠そうだねー。寝させないよー。俺の負けだー。実は俺はぬいぐるみだったんだ。アマゾンで買った猫ちゃん用高級段ボール箱。歪みぶどう？やっぱり猫の食いつきが違いますねー。このまま JA に出そうかしらー。悪かったねー。仲直りしよう。猫の関係も素直に謝れる猫が素晴らしい猫なのだー。おやすみー。ご視聴ありがとうございました。See you. そしたらフライパンにまずザラメ。んで火にかけまして、まずはこのザラメを溶かしてカラメル状にしていきます。今こういう感じで綺麗なオレンジ色っぽい感じの色をしてると思うんですけど、これが完全に溶け切って、でちょっとね茶色っぽいというか黒っぽくなるまでやっていきます。どうしても今回豚肉はね焼き付けないんで、ちょっと香ばしい香りが欲しいんですよね。なのでこうしてまずはね香ばしい香りをつけていこうかなと。ちなみにこの作業を例えば酢豚のあ